お牛城は、現在の愛知県豊田市大内町にあった、日本の城。お牛松平家の初代である松平のりが、初代城主として伝わることもあるが、もともとは、地元の土豪、長坂新左衛門が、館として築造したものを、のりの祖父、松平信光が攻め落とし、のりの父である、松平近忠に与えたものである。のりとその子、 松平の理政まさが1507年から1510年にかけて城郭としての定裁を整備したとされる。城郭は山陽の暗部を堀切りで区切り、東西220メートル、南北280メートルの規模を持つ。中央の山頂付近に主角と、副くを、その南側には館を建てた車を配している。お牛場で特徴的なのは、城北面に、 水の手ぐるわと言われるくるわを二つ設けていることである。これは谷筋を堤防などで複数に区切って二つのくるわとして構成し、それぞれのくるわ内を井戸水と雨水によって淡水させることで、水彫りと水利両方の役割を果たすものである。堤防のうち一つは幅30メートル、高さ5メートルの大規模なものである。おぎゅう松平氏は、周囲の松平一族と、 たびたび構想を繰り返しており、お牛城は1575年に滝脇松平家の襲撃を受けた際に放棄された。そして徳川家康が関東に違法となったため、廃城となった。なお、お牛城から続く尾根の東端に松平のりの墓が設けられている。城市公園としてよく保存、整備されており、周遊は容易。 縄張り図や意向を示す看板などが設置されている。なお、上司に続く散策路が始まる道路には、数台の駐車スペースがある。ありがとうございます。